皆さんこんにちは。週刊金曜日編集長の、ムンソンヒです。今回2月17日号なんですが、私たちの社会が生んだ山上徹也とは何者なのかということでですね、山上徹也さん、皆さんご存知の通り、昨年、7月に起きた安倍晋三元首相銃撃事件の犯人です。犯人を美化するとか、そういったお話ではありません。安倍晋三元首相が亡くなってからもはや半年以上が過ぎました。で、1月にはですね、この山上容疑者が起訴されて被告人となったわけなんですが、事件ではやはりその数々の問題点も明らかになったという側面はあると思います。例えば統一教会と自民党との関係とかですね、やはりその宗教2世という存在で、今やはりもう統一教会を解散方向にというような形に世論が動いている、そういうことが明らかになったという点においても、やはりこの問題というのは非常に歴史的な事件であったというふうに言わざるを得ないと思います。週刊金曜日としては、なぜこういった事件が起きて、どう受け止めるべきなのか、そういったことを平井堅さんと杉田俊介さん、どちらも思想家であられます。評論家という批評家というような言い方もされる方もいらっしゃいますが、このお二人ちょっと世代間のギャップはあるんですけれど、むしろ世代にギャップがあるからこそ、いろいろなその世代、その違う世代の立場からいろんなお話をされています。この対談、私も今回ですね、ゲラをいろいろチェックしながら何度も読みましたが、非常にいろいろな示唆に富んでいてですね、いろんな問題点を本当に明らかにしてくださっている、誤解のない言い方で言うと非常に面白い対談になっていると思います。おすすめですので、ぜひお読みください。新型コロナのことについて、ここ最近はですね、あまりこう取り上げることができなかったんですけれど、政府が2類から5類に変えるということで、来月の13日からはマスクもつけるつけないというのは個人の判断に任される、そういうような状況があります。その中で、例えば、じゃあ私たちはそれをどういうふうに捉えるべきなのか、本当に大丈夫なんでしょうか、マスクを外してしまってというような、ご心配をされている方も、結構いらっしゃると思いますし、もしかしたら、政府はそんなこと言ってても私は外しませんよという方もいらっしゃる、あるいは逆にですね、マスクなんか外してしまって気持ちがいいというようなことも、考えもいろいろあるかと思うんですが、そういう、観点について、今回、コロナの、5類以降で医療難民化する理由というふうに、題して特集を組んでいます。日本で初の感染者が確認されてから今年1月で3年が経ちました。ワクチン、接種が、本格的にスタートしてから丸2年が、2月で経っているわけです。ということで、コロナ3年、ワクチン2年、どのように、いろんな問題点があるのかということで、今回は倉持仁先生とですね、長尾和弘先生に、それぞれインタビューをして、まとめています。特にワクチンの問題についてもどうなのかということについても、先生方が語ってくださっていますので、ぜひ読んでいただければと思います。で、もう一つですね、ルポー、副反応疑いし、ワクチン政策と薬害を問い直す、という本を最近、出されました。ノンフィクション作家で、うちでもコロナ問題とかについてよく書いてくださっている山岡、純一郎さんに、本で書かれていることとか、ワクチンの問題どう、見るべきかとかっていうことについていろいろとお聞きしています。お久しぶりに、コロナの、特集をしましたので、ぜひ、皆さんのお役に立てればというふうに考えています。沖縄タイムズの安倍学記者が、毎回、政治辞表というのに、コラム、の担当者として、2月に1遍ぐらい、書いてくださっているんですが、今回は拡大版としました。それはなぜかということはですね、石橋学記者という、神奈川新聞でヘイト問題と非常に、取り組んでいる、ヘイト、と戦っている勇気ある記者が、いるんですが、その方を訴えた裁判が、実はあったんですね。今回、判決が出て、非常に安倍さんから言えば、不当な判決である。
ということで、それをコラムに書いてくださいました。内容はここでは申し上げませんが、非常にやはり安倍さんの怒りと、ここでこういうことが許されたら私たちは政治家に何も言えなくなってしまうんではないかという、言論の不自由になってしまうんではないかということを、まあ、根底にすごく考えていらっしゃってて、まあ、そういうことがほとばしる非常に重い素晴らしい文章です。こちらの方ぜひ編集長のおすすめとして読んでいただければと思います。今週も週刊金曜日よろしくお願いいたします。